このお店初めてですか？いっぱいお金使ってあげてください。店長さんすごいいい人なんで。ん？何？デザート頼まない方がいい。多分アイスくれる。ん？え、どれ？あー、まあまあいいや、そんくらい。じゃあ俺食うわ。俺食う。え、ここってさ、家賃どれぐらいなの？ん？まあまあまあ、だいたいわかるけどね、俺も不動産屋さんだから。ここだと30から40ぐらいでしょ。でしょ？で、月の売り上げは？こんなもん？言ってない！こんなもん！こんぐらい？あー、じゃあ頑張んなきゃだね。新人さん、いい店入ったね。あのね、ここの店長についていけば間違いない。俺が保証する。うん、だって店長いい人でしょ。いい人でしょ。でしょ。ね、ね。うん、もう人の良さにじみ出てるもんね。うん、バイト何日目？3日目。あのね、3日じゃまだ店長の良さ分かんないと思う。うん、お前何飲む？あ、ライムサワーはやめといた方がいいね。この店のライムサワー便所みたいな味するもんね。え、サービスですか、この焼き鳥の盛り合わせ。うわ、いつも本当ありがとうございます。実は今日ちょっといつもより人数多いんで、もう一つもらえたりとかって。あ、すいません、すいません、なんでもないです、なんでもないです。いつもありがとうございます。つか店長、今ここってバイト募集してるんすか？いや、俺こないだまで働いてた居酒屋揉めて辞めちゃって。そうなんすよ、はい。いや、ここなら全部メニューもう分かってるしと思って。あれ、これ名案じゃないですか？即戦力みたいな。あれ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 、ね、店長、俺作っていい？え、俺に一回作らして。いや、俺ここの卵焼き食いまくってるから、マジ味完璧に再現できる自信ある。